岸和田競輪場で第73回高松の宮記念杯競輪、行われます。16日から19日の4日間、本当に岸和田のこの宮杯というのが定着してきて、もう高速戦タイムがものすごく出る、格好になりましたので、選手たちもその対策を練って、素晴らしい白熱のバトルをまた今年も繰り広げてくれると思います。トースポ、レースチャンネルとしては、前県日から決勝戦までバッチリ追いかけて、この動画のインタビューだったり、レースの予想をお届けしていきますので、ぜひよろしくお願いします。そしてこの宮杯の見どころ、東西対抗戦ということで、ちょっと皆さんに知っておいてもらいたいなというポイントを、紹介したいなと思います。一つ、今年の5月函館記念、物議を醸したではないんですけれども、佐藤慎太郎が別戦勝負だった、北海道の菊池慶翔、普段はライン組んでますけれども、慎太郎が慶翔を2コーナーでブロックすると、どかして、コースを作るというプレーがあって、おいおい慎太郎慶翔に世話になってんじゃないのという形で、見えたファンの方も多かったんじゃないかなと思いますし、多分多くの人がうんと思って、ただ、もちろんその選手同士とか、関係者では、あそこで、慎太郎が慶翔に対してそういった仕事をしない方が慶翔に対して、失礼に当たるんじゃないかという考え方が、結構定説というか、選手心理としてあります。その中で2018年の6月の大会、宮杯、東日本の関東勢が多いということもあったんですけども、平原康太に、後ろが木暮康吉だった二次予選と準決勝があるんですけども、まず二次予選、横山久則と芦田大輔の茨城と別戦で、横山先行して芦田大輔が、他の選手をブロックして平原まくってきて、その時は芦田兄としてはこうバチンと当たるまでブロックいけなかったんですけれども、芦田兄が話していたのは、平原と別戦だったからこそこんだけ怖い選手なんだということを平原に知ってもらいたい、それが伝わればまたラインを組んだ時にお互い一緒にもっと頑張れるんじゃないかというようなことがあって、平原が敵だったからこそ、仕事をなんとかしてやろうというような、意気込みだったというふうに伺いました。面白かったのは、その翌日の準決勝、吉田拓也の番手に芦澤達弘が回って、また別戦に平原木暮という、戦いでした。その時吉田の先行、芦澤、達弘は平原3コーナー枠にいたところ、バンと体当てるんですけども、平原らしさ強さ、その動きを、吸収していなして、しっかりまくり切りました。気になっている方多いかなと思いますけど、その年が吉澤純平の後ろで、木暮康吉が武田豊樹に競りかけというような決勝戦もありました。本当に今思い返しても木暮の判断どうだったのかなということ、例えば別戦の番手勝負あるんじゃないかというのを、今振り返っても思うんですけれども、木暮康吉はあの勝負をしたことで、何かをこう本当にもう一歩進まないといけない、そこがちょっと停滞してしまっているので、なんとかもう一歩踏み込んでほしいなと思います。そしてもう第73回のこの初日の特選、今回は、西日本が後半ということで12レース、11レースが東日本、一次予選の一着はそれぞれ青龍賞、白虎賞と進めるので、この朝から熾烈な一着争い、そして、特選の戦い、白虎賞、青龍賞とつながっていく、シリーズの面白さ、伝えていきたいと思います。初日の、西の特選、東の特選の予想に関しては、前県日の夜に公開しますので、それもお楽しみにしてください。